運命のゴングが鳴ろうとしています。ただいまより WTA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WTA 世界スーパーフェザー級チャンピオン130パンド韓国ジェ・ヨンスジュニアライト級からスーパーフェザー級、名前は変わりました。しかし8度目の防衛戦、チャンピオンのチェ・ヨンス挑戦者 WBA 世界スーパーフェザー級に130パンド横浜光事務所属畠山隆則。挫折を知る者だけが持つ強靭な精神力、それを武器にしたい世界スーパーフェザー級第2位畠山隆則はこう言っています。さあ大一番が始まります。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチの12回戦、今日の解説は白井義雄さんと具志堅用高さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ運命のゴングが鳴りました。赤いトランクスがチャンピオンのチェ・ヨンス、ブルーのトランクスが挑戦者の横浜光ジム畠山隆則です。白井さん、はい、11ヶ月前の去年の10月5日、本当にわずかの差のドローでしたね。そうですね、まあ、本当にねいい試合だったしね、もうあの最後の2ラウンドがね、はい、欲しかったんですよね。そうですね、まあ、結果は世界戦という大きな舞台を経験したことのない弱点が最後の最後に具志堅さん出てしまったという感じの終盤でしたかね、はい、そうですね、あと一歩でしたね。オープニングヒットはチャレンジャーの左のフック、しかしこれは軽くダッキングでかわしております。チャンピオンのチェ・ヨンスです。具志堅さん、はい、世界タイトルマッチはどんなに防衛してても硬くなるということを具志堅さんもおっしゃっておりましたけども、滑り出しの両者はいかがですか。やっぱり硬いですね。硬いですか。はい、はい、畠山は特に硬いかなって感じしますね。右のフックの打ち合いでした。白井さん、両者ともパンチ力があるだけに目は離せませんね。そうですね、あの畠山がね、あの左のジャブ、それとあのその返しのね、あの左のフックね、なかなかね鋭いですよ。はい、今日のレフリーはアメリカのミッチー・ハルパン、ヘビー級をはじめ数々の大きな試合をレフリングしております。ジャッジは3人、パナマのドルフォ・マルドナルド、タイのフィニット・ポライアスさん、そしてオランダのヘンク・メイジャーズです。3人が採点をします。レフリーは採点はしません。コリアン・フェニックス、韓国のフィッシュ王と呼ばれておりますが驚異的なスタミナを誇ります。チャンピオンのチェ・ヨンスです。画面の右側がチャンピオン、そして左側が挑戦者の日本の畠山です。今日はかなり足を使っています。今日のルールです、スリーナックダウン制、スタンディングダウンは取りません。採点は10ポイントのマストシステム、なるべく差をつけるように奨励されています。グローブは前回と同じメキシコ製の8オンス、畠山の希望で色はブルーです。偶然のバッティングによりまして試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、それ以降は採点によります。まずね、畠山はね軽くねフットワークを使いながらですね、あの左をよくリードしてね、はい、それから右左とワンツースリーを押すといいんですね、はい、スピードはね畠山のあるような気がしますね今日の場合は。そうですか、はい、チャンピオンがいきなり右のストレート、しかしチャレンジャーの右のストレートを打ち返しました。具志堅さん、はい、緊迫感あふれる滑り出しですね。そうですね、まあ、あの試合の展開は前回と一緒ですけどね、はい、やはり1ラウンドからエキサイトしてますね。右のストレートから左のフック、チャンピオンが右のストレート食いますが、すぐその後左のフックを返しています。おリングの中央、激しい打ち合いです。力の入ったすごい打ち合いが展開されております。ここで第1ラウンドが終了しました。両選手試合は第2ラウンドを迎えています。レフトアッパーから入りましたチャンピオンのチェ・ヨンス。おいしゃ、白井さん、やはり今回の畠山サイドとしましては、はい、
チャンピオンには足がない、従いまして本人はヒットアンドエをしたいんですと、うんうん、そう言っております。これはいいことですね、はい、ことに軽くねフットワークを使いながらですね、そしてやった方がいいと思いますね。あまりね打ち合いを長くやるとやっぱり良くないんですよ。そうでしょうね、はい、前回は具志堅さん、はい、ちょっと打ち合いすぎたような嫌いがありましたがいかがですか。そうですね、まあ挑戦者と思ってね、やっぱり行くしかないと、やっぱり積極の攻めでしょうね。はい、おライトアッパー、いいアッパー打ちましたね。畠山のライトアッパーがチンを捉えました。その後は左のボディーブロー、このボディーブローは非常に最近上手くなっています。畠山貴則チャンピオンは畠山があれほどアグレッシブに前に出てきたことは意外で予想していなかった、それだけに戸惑いましたと前回言っています。右のフックチャンピオン、右のルック、その後はライトアッパーです。アッパーが両選手とも非常にうまいボクサーです。今回ですね、チャンピオンがね前回と違ってですね積極的に攻めていますね。チャンピオンがね、そうですね、それは感じますね。よく手出てますね。具志堅さん、前半はですね、去年の10月5日は3ラウンドまではもうチャンピオンは全部失っていたと言ってもいいくらいの滑り出しでしたがね。それとですね、最近はルールが変わりましてね、はい、前半にねポイントを取らないとですね、やっぱりポイントがね目を切った場合がですね、なるほど、負傷になった時が困るんですよ。そうでした、そうでした。だからね今ボクサーもね早い回に勝負しようっていうのがね頭あるんですよね。うん、それはあんだね。そういえば白井さん、前回は第4ラウンドに左のまぶたを、おお右のストレート、チャンピオンの右のストレート、これはよかった。その後はライトフック、そして左のフックを出しました。チャンジャーライトアッパー、うん、白井さん、今の右のストレートは怖かったですね。なかなかね強打ですね、あれを許しちゃいけませんね。石川さん、右のロックはいどうぞ。赤サイドですが、チャンピオンサイドですが、でもキム・チョンスク館長はですね、トレーナーは立ち上がりから離れてくるヒットアンドウェイの畠山に対してもっと追っていくという作戦を試合前に話しています。そうですか、その通りの実戦をしてますね。そうですね、今日第1ラウンドからかなり飛ばしています。お、右のロングック、左右の服を振りましたチャンピオン。第1ラウンドからまるで勝負をかけているような感じがありましたけども、このラウンドはかなり激しく両者打ち合っています。そう、今打ったね左のストレート2回、左のストレート、あれが必要なんですよ。ジャブではありません、あれは完全に左のストレートでした。はい、ジャブだとねぐんぐん入れちゃうんですよね。なるほど、だからストレートでねストップさせなきゃダメですね。その後は右のボディーブロー、左の服、この切り返しは素晴らしいパンチでした。右のストレート、挑戦者の右のストレートが顎を捉えました。具志堅さん、はい、いいパンチが入り出しましたね。これはね左が出てるからですよね、ジャブが。このラウンドわずかに差がついたかもしれません。このまでのナックアウトがなんと14回もあります。畠山貴則をご紹介しました。左のロングフック、はいどうぞ。チャレンジャーのこの畠山なんですが、はい、控え室は非常に前回と違っていいですね、リラックスムードだったんですね、はい、一つなんか突き抜けたようなそんな精神力を見せていました、はい、ただしですね、片岡マネージャーによるといい緊張感の立ち上がりを見せているなという形でですね、非常にその滑りだとした確信を持った立ち上がりになってますね。そうですね、いかにも世界戦らしい緊張感の中にもかなり動きがいいということがよく伺えます。今日のリポーターは TBS の竹方直樹アナウンサーと土井俊之アナウンサーです。赤いトランクス、右側がチャンピオン、向こう側に回ろうという、そして今サイドステップを切りましたのがチャレンジャーです。ブルーのトランクス、スパンコールの色鮮やかな左のフック、左のフックから入っていきました。畠山に得意のパンチは畠山君一体何なんだろうと言いますと、そばにおりましたデュー・ワリュートレーナーが、そうですね、畠山の場合は試合によって違うんですよと具志堅さんこう言うんですけどもね、やっぱりそれあるかもしれないですね。全てのパンチがいいという感じがします。チャレンジャーの畠山貴則、一方のチャンピオンの方はいきなり放つ右のストレート、さらにはボディーブロー、公開練習でもこれは隠せ隠せとトレーナーが言っていたんですが、いいパンチが出ておりました。やはり、ね、もう一つはね、コンビネーション、はい、返しのパンチがよく出るってことですね。そうですね、それとね、畠山のね今言ったあれはね、思い切りがいいんですよね、はい、非常にいいことですよ。勝負師はね思い切りが良くなきゃダメですね。畠山マウスピースを吐き出しました。 WBA ルールではマウスピースはレフリーの判断で拾うことになっておりまして、まだ拾われておりません。さあマウスピースがない、畠山打たれたくない。こういう時打たしたらまずいですよ。リングの中央で激しい打ち合いです。さあチャンピオンがそこを出てくる、左のフックボディーブローライトアッパー、右のフック左のフック打った、すごいすごい、ね、すごい打ち合い、リングの中央激しい打ち合いが展開されています。マウスピースがありません、畠山がちょっと心配です。わあすごい打ち合いがありました。このラウンド
もう残り1分を切っております。しかしまだ54秒ほどあります。今マウスピースを使いました。早く来い早く来い、もう一つ早く来いとレフェリーが言っております。はい、しかしセコンド陣上がってマウスピースをはめないといけないですけど、そうですね、やはり世界タイトルマッチセコンド陣もちょっと上がってますね。妨害しておりました。左のストレートをついております。これは先ほどのですね、あのチェのカウンターの右ストレートで、出したと思いますね。マウスピースが吹きましたもんね。あれが WBC ルールですとすぐレフリーはマウスピースをはめさせなければいけないんですが、 WBA は違います。左のフックから入りました。チャレンジャーの畠山、これはダッキングでかわされました。もう一回左のフックから入ったんですがダッキングでかわされました。平さん、この辺チャンピオン目もいいですね。チャンピオンながらよく落ち着いてね、ちょっとしたところで外してねやってますね。そうですね、まあ、畠山も調子いいしね、これはもう大接戦になりますね。またこのラウンド残り10秒切っています。右のストレート、挑戦者の右のストレートですが激しい打ち合いです。左のフック、挑戦者の左が入りますが左のストレートを打っています。右のストレート、強いでしょ。右のストレートをチャンピオンが打ったところで第3ラウンドが終了しております。第4ラウンド、去年の10月5日、左の目を切りました。はい、どうぞ。今日のね、チャンピオンはね、この前より強いですよ。出てきますね、パンチがね、あのすごく強いですよね。そうですか、だからもう、ダメですよ、ダメですよ。右のストレート挑戦者、しかし具志堅さん、はい、今白井さんがおっしゃったように本当にチャンピオンは今日はぐんぐん前に出てきます。そうですね、あの畠山もそうなんですけど、あのお互い逃げないからいいボクシングしてるんですよね。あ、逃げないから、はいはい、お互いみんな攻めるボクシングしてるから、すごくあのエキサイトしてるんですよね。そうですね、これもう見て楽しい試合なんですよね。それは今年の3月の29日この両国国技館でコージ・アリサーとやった試合も全くその通りでしたね。そうですね、右のフック離れ際挑戦者が打ちました。しかしチャンピオン右ストレート、重そうな右のストレートを一枠切りました。挑戦者畠山がパンチを食っています。ちょっと畠山もね、はい、早い回からもう打ち合いに行っちゃうとね、あとはちょっと心配なんですよね。前回のことがありますからね、はい、そういうのがねやっぱりね、ちょっと思い出したんですよね。石川さん、はい、タッカーさんどうぞ。畠山サイドなんですが、そのやっぱり左右のフックをもらわない、これをかなり言われてましたね。そうですね、そのためにウィーディングというのがオートバイスはかなりありました。そうですか。それからですね、はい、チェと3度戦った三谷大和が試合前に言っていたのは、握手を交わした時にこのチェの上腕がかなり僕と戦った時よりは太くなっている、これはやっぱパンチ力がついている証拠ではないかというのが、これがちょっと気になる情報ですね。そうですか。一方の畠山も去年の10月5日よりも7センチも脅威は増えているんですが、チャンピオンもたくましくなっている、そういうリポート、高田アナウンサーでした。だからね、まあいい悪いは別としてですね、畠山もね、気の強い男なんですよね。右のそれだから、あの弱気を出さないでね、そうですね、これも立派ですけどね。そうですね、もう本当に魂と魂のぶつかり合いです。もう本当ぶつかり合い、見応えのある好ファイトになっております。WBA の世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦、ライトアッパー、ライトアッパーの一合です。畠山がライトアッパーを打ちますとチャンピオンも負けじとライトアッパーを打ち返しています。右のセルトは軽くかすっただけ、またリングの中央に戻りました。両選手、赤いトランスがチャンピオンです。ブルーのトランクス、スパンコールが綺麗に光っているのが日本の畠山貴教、日本の時代のヒーローと言われております畠山。畠山攻めるロープを背負っての攻防はチャンピオンがうまいんです。右のストレート、チャンピオンが放ちました。チャンピオンの今のショートアッパーね、チンを引っ掛けたでしょ、ああいうのはね、効くんですよ、案外。そうですね、はい、畠山ボディから右のフック、今のいいですよ、畠山の右のフックです。綺麗に右のフック、ライトアッパー、その後ライトアッパーです。ライトアッパーもう一回入りました。具志堅さん、畠山のフックは上から出るようになりましたね。そうですね、やっぱりあの時あのチャンピオンが大きいですからね、体全体がですね、上から出るようになったということは相手のクロスパンチを食いません。左のフック1回2回ライトアッパー、畠山がライトアッパーのランナーすぐ切り返し、左のフックを出したところ、身長は両選手とも173センチです。リーチはチャンピオンの方が2センチほど長く、脅威も3センチチャンピオンのチェ・ヨンスが勝っておりますが、先ほどもお伝えしました畠山の脅威は去年は93センチでした。具志堅さん、はい、この打ち合いが果たして12ラウンドまで続くんでしょうか。いや、これやるでしょう。やっぱ展開はまあ前回と似ているんですけど、あまりにもチャンピオンが今回良すぎるんですよね。いいですね、よくあの硬さがないんですよ。逆にね、畠山君がね、
なんか硬さがあるっていうのか、自分のリズム、自分のボクシングがまだなってないかなっていう感じですよ。まだ半分ちょっとね、リラックスしてねやるといいんですかね。まあしかしね、両者すごい勢いですよ。本当ですね、もう決してね負けてないですよね。右のストレートチャンピオン、その後は左右のスクで返しました挑戦者。畠山は前回はアッパーの距離に入りすぎた、接近戦は自分のパンチが当たりやすくなる分相手のパンチも食うということ、今回は自分が打つことは考えず、どれだけパンチをもらわないかということも注意しなければいけない、またそれが大きな分岐点になるでしょうと言っているんですけれども、白井さんちょっともらってますね、ちょっとね、ちょっと待って、もうちょっとやっぱりね足をね軽く使いながらね、そうですそうです、やった方がいいと思うんですがね、はい、まともに打ち合いになるとね、相手のが本職ですからね、打ち合いはそれは具志堅さ ん, じゃ、ね、畠山が言っておりまして、前回の反省点として、あともし5回僕がサイドステップを切っていたならば勝てたかもしれないとこう言ってるんですね。それそうですね、あ今回もそうですけど、正面から正面から移行するから良くないんですよね、はい、やっぱりサイドサイドからやっぱステップをそうですね、畠山は自分の方からクインチあるいはホールドをすることはまずありません。レフトアッパーから入りましたが、まあ、これはガードされています。そうですね、畠山はねステップバックしてね、そしてカウンターを打つことも必要なんですよね。それができるかどうか、それとあのセコンド陣からね、はい、やはり離れて離れてって言ってるんですよね、これそうですね、これやはり距離感でしょうね、距離取ってリズムジャブでしょうね。今日は畠山の育ての親リュウ・ワリュウトレーナーにはピンマイクをつけていただいておりますが、この声はリュウ・ワリュウトレーナーです。先生には借りがある、まあ、いいですよ今のジャブストレートね、はい、畠山はこう言っております。本来だったら5年で帰る約束だったんだけども、前回引き分けたんで先生は韓国に帰らずに僕に付き合ってくれた、借りがあると畠山は言っておりますと同時に、前回引き分けた後リュウ・ワリュウトレーナーの涙を見た時に、畠山は世界チャンピオンになるという夢が自分だけの夢ではなくてスタッフみんなの夢なんだと気がついたと、一回り大きくなった心中を話してくれました。右のフック、畠山の右のフック鼻手が入りました。あの後切り返しが欲しかったんですけれども、チャンピオンが今度はパンチをもらいますとすぐまた攻め込んでいきます。右のフック、右のロングフックです。第5ラウンドは2分45秒を経過しております。さあここからポイントになるパンチが欲しい挑戦者の畠山、ドスンドスンとパンチの音が聞こえると同時にパーッと水しぶきが上がっています。両者の汗が飛び散っています。両者の汗が飛び散ったところで第5ラウンドが終わりました。世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、東京両国の国技館から実況生中継でお送りしております。チャンピオンの精神力か挑戦者の企画か、さあこれまで白井義雄さんの採点いかがですか。はい、私はですね、チャンピオンが取ったラウンドはね、2ラウンドなんですね、はい、で畠山が取ったラウンドは3ラウンドを取ってますね。ワンポイント畠山リード、そういうことですね。具志堅さんいかがですか。ですね、先生の採点と一緒ですね、私も。あ、そうですか。1ポイント畠山君がリードしてるかなと思いますね、はい、この辺までは前回の対戦とほとんど同じような結果をたどっておりますが、違うのは前回はかなり畠山がリードをしていた印象がありますが、今回はチャンピオンが本当によく第1ラウンドからパンチを出しています。足を使え足を使えというのはリュウ・ワリュウトレーナーの声です。右のストレート、変な体勢から起きました。石川さん、はい、去年3月に日本人最強を決める戦いをやったというコージアリサーも会場に駆けつけてましてね、はい、でこのコージによりますと、もうとにかく我慢比べになると思うと。我慢比べ、チェの側はですね、この畠山のスピードに脅威感を持っている、一方畠山の方はチェのスタミナを恐れている、その不安感をどちらがどういうふうに払拭できるか、それだと思うと言ってました。はい、リングのほとんど真ん中、ショートレンジの服が入りました挑戦者の畠山。足を使って左左と回っておりますが、具志堅さん、この距離はいいですね。そうですね、やっぱりジャブでね、リズム取って左のフック挑戦者、はい、中に入ってショートパンチとね、前回はこのヒットアンドウェイがなかなかできませんでした。やらなきゃいけないと思いながらできなかったと、リュウ・ワリュウトレーナーもいい、畠山本人も話してくれました。それとですね、フェントフェントをかけながらですね、いろんな動きを取った方がいいかなという気がしますね。小さく左のストレートを3回4回立っております。畠山の右目の下がちょっと腫れております。ダッキングでから返しました。はい、どうぞ。これはですね、スパーリングの時にちょっともともと少し腫れていたところなんですね。はい、でも今は冷やすしかない、まだ視界の方は大丈夫だということです。はい、というチャレンジャーサイド高田アナウンサーのリポート。レフトのボディです。
チャンピオンはボディーブロー本当にうまい選手です。さんこれだけアッパーカットを打ち合う対戦というのもまずありませんね。うん、本当にそうですね。まあ、しかしでもあれですね、C5 とね畠山のが乗ってますね。すごい打ち合いです。わずかにチャンピオンが優勢か。すごい打ち合いがありました。まあ、この打ち合いはね今チャンピオンがちょっとねいいですね。そうですね、はい、しかし挑戦者もおめぞくせ飛び込んでいってキックノック。しかしその後左の不幸がありましたがチャンピオンを追い込んだ。チャンピオンを追い込んだ畠山がチャンピオンを追い込んでおります。でもねあんまり深追いするとですねカウンターを振ったりなんかしますからね。そうですね、これも気をつけないといけないんですよ。カウンターは高いですね。しかしライトアッパーの打ち合い、アッパーカットの打ち合いです。これがこの両者の特徴、アッパーカットの激しい打ち合いがありました。あーすごい打ち合いですね。そうですね、ライトアッパー。しかしチャンピオンは左のストレートを返します。いい打ち合いになっております。 WBA の世界スーパーフェザー級タイトルマッチ。畠山足を使いながらね今打った左のストレートねカウンターするといいですね。残り10秒を切りました。あと8秒、右のフック、まずスタミナが左のフックを打ちました。左のフックが小さくチャンピオンの顎を捉えました。畠山左のフック、それは右の小さなフックが入ったところでこのラウンドが終わっております。中盤の第6ラウンドが終わってさあ試合は後半に入ります。どういう展開になるんでしょうか。第6ラウンド中盤の激しい打ち合いがありました。1分30秒過ぎあたりでしょうか。右のストレートをもらったその後はアッパーカット左右のフック、しかし右のフックももらっております。畠山しかし具志堅さん、はい、前回よりもはるかに激しい打ち合いになってますね。そうですね、あのチャンピオンのチェンがですね、今回は1ラウンドから出てきてるからそうじゃないですか。そうですね、それであの後半ですか、後半この畠山がガンガン出ていけば判定で勝つ可能性も高いですね。そうですね、背がやっぱり動きが鈍った時にですね逆に反撃するか畠山がですね。前回は中盤以降特に7ラウンド以降はかなりポイントを許しておりました畠山ですが、両足を揃えながらチャンピオンが打ちました。右のストレートもう1回、チャンピオンも打ってきましたよ。すごい気迫でチャンピオンが追ってまいります。無尽蔵のスタミナが驚異的。チャンピオンのチェヨンスグさん左にダブルに持っていった、右フック、挑戦者の右フックでした。ライトアッパーも入りました。すごい右のフックがクリーンヒットしました。お客さんが1万人以上、超前のお客さんがどっと湧いております。両国の国技館です。いやー具志堅さん、はい、今のパンチはなかなか効果的だったと思うんですがどうでしょう。そうですね、あのチェのですね、右のストレートショートですね、はい、それは畠山のフックですね。右のフックです、はい、それ良かったですね。良かったですね。花ネギは右のフックです。で先ほど打ったね畠山のワンツーからね思い切り左フックね、これも良かったですよ。練習でもこのコンビネーションボールをくどいほど練習しておりました畠山。画面背中がチャンピオン、ブルーのトランクスが日本の挑戦者畠山です。ボディーブローしつこく打ってきます。このチェのボディーブローは本当に痛かった。試合が終わって1週間痛みが募れなかった。世界のトップクラスのパンチの痛さを思いっきり味わいましたと畠山は話しております。具志堅さん、はい、このチャンピオンのパンチは痛いそうですよ。重いでしょうね。ライトアッパー入りました。挑戦者の畠山ライトアッパーを一気に、それは左のフックです。挑戦者の畠山ライトアッパーから左のフック、綺麗な切り返しです。いいですね白井さん、このコンビネーションですね。畠山のねやるパンチいいですよ。左のストレートからね、はい、あの右のアッパー左のフックと、はい、いい効果しましたね。中盤の第7ラウンド2分10秒を経過しております。左のストレート、はい、それとお互いパンチの数を出してるんですけどね、やはりチェもガードが硬いですね。前回は挑戦者の畠山が420発、一方チャンピオンが少なくて300発だったんですが、今日は具志堅さんお互いに450発以上は最終ラウンドまで行ったら出るかもしれませんね。そうですね、よくお互いパンチの数出てますね。すごい世界戦です。パンチは本当に具志堅さんおっしゃるようによく出ています。ちょうど今10番ですからね、6回いったらね、6、7がね、はい、ライトアッパー入りました。挑戦者もう1回、その対左からダッカリが返されました。ボクサーにとりましてはこの中盤の7ラウンド8ラウンドあたり一番苦しいところです。右のストレートジャンプが入ったら近くライトアッパー、すごいすごいすごい打ち合いだ。すごい打ち合いが展開されております。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、ここで中盤の第7ラウンドが終了しております。畠と畠山コールご覧いただいておりますのは第7ラウンド前半に綺麗な右のフックが入りました。それをご覧いただいています。
そしてもう一発、あこれも平井さんクリーンヒットしてます ね、いいパンチですよ今ね、ちょうどいいところが当たったんですよね、あのテンプルですね。世界チャンピオンという高く険しい頂上に立つためには彼の倍の精神力が必要、気持ちで負けたら終わりですと畠山は言っています。石川さん、はい、高橋さんどうぞ。気になります畠山の右目の下の腫れなんですが、これはやっぱりもうね打たれるごとにしょうがないということなんですが、とにかくステンレス その金属でですね冷やして下げて下げているところですね、ただいいのは目の下なんでこのまま上に上がって腫れてくることはないだろうと、視界には問題ないという話ですね。そうですか。石川さん、はい、今度はドイアナウンサーです。はい、世界ジュニアフライ級のベルトを17回も防衛しましたユーミョンさんがリングサイドに来ているんです。今日はベルトを持って登場してましたね。はい、そうです、はい、大変な接戦です。後半の勝負をかけているチャンピオンなんですが、畠山選手を止めるには手数を出すしかないというふうに話します。はい、今畠山の左のアッパーカットが入りました。今度はライトアッパーが入りました。左のアッパーカットは一発で後半決めたいと畠山が言っていた必殺の一発ですが、チャンピオンこのパンチをもらっても全く動じません。前回は畠山のパンチは本当に思った以上に強かった、きつかった、でも苦しさを出さないのが僕はチャンピオンのそれだと思うとチャンピオンのチェ・ヨンスは話してくれました。左足首を成功。具志堅さん、はい、今のストレートは良かったですね。いいですね、やっぱタイミングですね。そうですね、自分はパンチ力はないタイミングで倒すボクサーですと畠山は言っておりますが、このタイミングは天性のものです。いいものがあります。この回にもう来ましたらね、畠山だんだんとこの柔らかくなったっていうリズム感が出ましたね。そうですか、動きが柔らかいですね。そうですか、はい、私たち素人には分かりませんが具志堅さんはそのように話してくれましたが、さあとなりますと白井さん、はい、ようやくおすすめしながらアイドリングが終わって、ね、あのねどっちかというとね前半の方はね割に緊張感からね筋肉がね張ってたんですよね。だいぶね良くなりましたよ。マウスピースが飛んでおりますが、はい、あ畠山ですね、自分で吐き出してはいけないということを今レフリーが言いました。これは、ね、いけないんですよね。あのセコンド陣はもう少し気付かないというかですね。そうですね、登らない、あのいや上がらないというかですね。右ロック、右ロックがボディに入りました。チャンピオン右ロック、チャンピオンのボディーブローはすごかった。さあ肩から押してあげようというところ右ロック、アナネギは右の服が入りました。挑戦者の畠山です。畠山が時計回りで左へ左へと回っておりますが、そこにチャンピオンの右の服が入りました。第8ラウンド2分20秒を経過しております。さあこの辺でポイントが欲しい畠山、チャンピオンをロープに追い込んだ、ロープに追い込んだ、その後ヒッタンの上のうちボディを打たれている、ボディを打たれている、チャンピオンの感じでまたマウスピースが飛んでおります。さあライトアッパー入りました。すごい試合です。マウスピースはありなし、ライトアッパー入りました。おおすごいすごいすごい、左の服が入った、左のフック、さらにはもう一回左のフックが入りました。挑戦者の畠山の左のフックが再三チャンピオンの顎を捉えるんですけども、チャンピオンは動じません。左のスループチャンピオン、左のストレートはショルダーブラック、速攻がすごいですよ。すごいですね、今の速攻はすごいですよ。マウスピースはちゃんとはめろと注意をしております。これは出てないんですよね。右のフック狙っていたかのようにチャンピオンのメイクを、しかし挑戦者の畠山も左の後悔しました。両者の顔がガクッと後ろに同時に多くのけぞりました。いやいや、両者いいパンチを打ってますよ。そうですね、ライトアップは畠山、お互いに打ち打たれね。本当にこのラウンドはもうどっちのラウンドか分かりません。第8ラウンドが終了しています。このラウンド序盤の畠山の左のフック、その後右のストレート、しかし白井さん、はい、相対的に見ますと第8ラウンドはチャンピオンがわずかに優勢でしたか。何ラウンドですか、今のラウンド8ラウンド、8ラウンドね、いや僕はあのチャンピオンが良かったなと思うんですよね。チャンピオンがやっぱり優勢でしたね、やっぱり強いパンチ連打ね、これが良かったんじゃないですかね。試合は第9ラウンドです。まあこれからがねチャンピオンがね構成になってね強いんですよね、終盤が、そこにやっぱりあの畠山がスタミナを消耗するといけないですね。はい、両者とも十分も練習量を積んでおります。チャンピオンが120ラウンドのスパーリング、挑戦者が110ラウンドのスパーリングを今回もこなしております。左右の服の打ち合いです。ロープを背負っての攻撃が非常にうまいチャンピオン、うまいんですね、あのショートパンチがうまいんですよ。ロープに誘っているような印象すらあります。具志堅さん、ロープを背負ってこれだけうまい選手との珍しいですね。そうですね、小さなね、パンチをやっぱ打てる選手というのはそういうロープに行ってからこのカウンターを打つんですよね。右のショートストレートが入りました。挑戦者の畠山の
さあ左フック、しかし逆にジブもロングフックを食いました。右のロングフックを挑戦者が食っています。頭をつけての激しい打ち合いが3位にパーッと両者分かれました。右側がチャンピオン、左側が日本の畠山。そうそう、腰使いながら、腰を使いながらと劉和龍トレーナーのアドバイスが飛んでいます。試合は第9ラウンドです。レフトアッパーはチャンピオンです。ライトアッパー左フック挑戦者、よく本当にパンチが出ます。打って離れろという劉和龍トレーナーのアドバイスです。右の生徒は脱筋でかわしております。何かこのラウンドあたりね、前のラウンドあたりからね、速攻が、右のストレートを食いました。速攻がすごいですよ。そうですね、具志堅さん、今はいい右のストレートを食いましたが、そうですね、チャンピオンのチェンもですね、なんか勝負にも出てるような気がするんですよ ね、 そんな感じですね。左のボディーブローをしたたか差し込んでおります。まあ、ある意味ではね、この前の試合はちょっとね、攻撃が遅かったんでね、早めて打ってきたんじゃないですかね。しかしチャンピオンも本当にしたたかです。なかなかやっぱり根強いわチャンピオンはね、本当ですね。石川さん、チャンピオンサイドの指示はレフトアッパー、そして上下の内分け、手数、この3点に絞られてますね。そうですか。この畠山あんまりね、ミスしちゃいけませんよ。スタミナ消耗しますからね、はい、ちょっと打たれてますね。ショートレンジで打ち合いです。でこれはチャンピオンの距離です。離れました、畠山が離れました。畠山は言っています、彼は12ラウンド同じペースで同じ攻め方ができる、それは最大の強みで、対戦するボクサーが一番嫌がることですと言っております。ただ言えることは、もうチャンピオンには上がり目はなく、僕はこの1年間で少しだけ伸びたと思います。そのようにチャレンジャーは言っているんですが、チャンピオンもまた成長している、そんな感じです。畠はライトアッパーから左のフック。さあ残りあと10秒です。第9ラウンド、まあチャンピオンの今のショートの連打がすごかったですね。そうですね、強いパンチですよ。左のフック、左のフック、左のフック、畠山の左のフックで一番人の大観衆がどっと終わりたところで第9ラウンド終了です。新しいグラウンドのチャンピオンの右のストレート、大きくのくどりました挑戦者の畠山孝則です。倒れても倒れても起き上がる不死身の男と言われております、チャンピオンのチェ・ヨンス。両者ともリミットいっぱいの130パウンド 58.9 キロのリングです。第10ラウンドに入っております。さあ10、11、12、残りはあと3ラウンドね、3ラウンド9分間です。この3ラウンド勝負ですね。そうですね、もう本当に勝敗の奇数は全く分かりません。なんかこの前とちょっと似たようなねケースに、ね、なってるんですよ、ね、そうですね。畠山の右目の下が紫色に腫れ上がり始めています。畠山君もですね、気力の勝負とかね、そう言ってましたけどね、最後は、私はその通りだと思うんですよ、ね、そうですね、この3ラウンドですね、もう逃げちゃいけないですね。そうですね、攻めるしかないと思います。そうですね、前回の12ラウンドはその中途半端な気持ちがいかなかったというような感じがありました。さあこのラウンドからの勝負だという具志堅さん、打ち合いだこれはね。さあ頑張ってもらいたい畠山、チャンピオンがしかし体ごとぶつけていきます。もう右のストレート、第9ラウンドは両者ともちょっとというような感じがありましたけども、このあと激しくジャッジ、挑戦者畠山の左のフック、ここからですね、離れたらダメですね、もうひっついてですね、ショートのパンチを繰り出していったわけですね。最後の打ち合いに入るという具志堅さん、畠山が左のフック、もう一回左のフック、挑戦者の左のフックが入りました。チャンピオンは、いいぞ、はい、チャンピオンは左右のフック、ボディーブローでこれを返します。今回のチャンピオンは手数も非常に出ています。左のフック、畠山の左のフック、クリーンヒット、綺麗に左のフックが入りました。挑戦者の畠山孝則です。さあ今度は左のボディーブローをいつ出すんでしょうか。畠山の右の目の下だいぶ腫れてまいりました。さあここでレフリーが畠山を大丈夫かということで様子を聞いております。大丈夫かということですね、はい、右は右目ですね。そうですね、腫れてますな、だいぶ右の目の下がだいぶ腫れています。レフリーが一番近くで見ているわけなんですけども、ローブローで、ローブローを2回目だぞというような警告がありました。左右のアッパーカット、挑戦者の畠山、左のフックです。ライトアッパー、
ローブローの注意が2回与えられました。このラウンドのチャンピオンです。ライトアッパーチャンピオン、左右のフック、左右のフックは挑戦者の畠山、右のフックで、これは強烈、これはクリーンヒット、これはすごいパンチだ。すぐクリッチに行こうとしましたチャンピオンですが、今の右のストレートはしたたかチャンピオンの左足を捉えました。すごいパンチでしたよ。この試合始まって最高のパンチが入りました。大切り打ちましたね。フック、すごいパンチが入りました。このラウンド、あの一発でも十分ダメージを割りました。ポイントになるでしょう。左右のフックを打ちました。さあ畠山徹です。今はいいパンチが入りました。もう第10ラウンドあと10秒を切っております。ライトアッパー、左のフックはバッキングでかわしました。挑戦者の畠山です。さあ畠山、このままいきますとこのラウンドはポイントを取るでしょう。いいクリーンヒットがありました。しかし右目はもう腫れ上がっています。もうこのラウンド時間はありません、時間はありません。ライトアッパー、右のフック、ああ随分荒れたですな。そうですね、右のフックはチャンピオンです。ああ左右のフック、畠山の左右のフックを振りました。畠山の左右のフックを振っております。多分右目が見えないと思うんですよね。このラウンドロスタービがありまして、今ようやく終わりました。第10ラウンド終了。これは中盤の左のフック、その後右のストレートが入るところも出てくるものと思います。向こう側がチャンピオン、そしてこの右のストレートです。これです。これはいいですね。これはクリーンヒットでしたね。本当に、はい、マグワイアのホームランを思わせるような見事なクリーンヒット。さあテレビをご覧の皆さん、残りあと6分です。中盤近い11ラウンド、チャンピオンも出てくる、チャレンジャーも出る。もう畠山の右の目はほとんど塞がりかけています。さあもうこれであれですよね、ラスト2ラウンドですよ。ここからが拳と拳のぶつかり合い、その拳に両者の気迫と魂を込めてのぶつかり合いです。この前のチャンピオンがね、この2ラウンドでねすごく打ったんですよね。そうでした、はい、前回10月5日は11ラウンド12ラウンドともにチャンピオンが取って痛恨のドローという試合になったわけです。左右のボディーブロー、ボディーブローがいい。レフトアッパーはチャンピオンです。ライトアッパーは挑戦者です。両者疲れてきたんでしょうか。ちょっとクリッチが目立ちますが、離れ際挑戦者の畠山が右のアッパーカットを打ち込んでいます。畠山の右の目の下が本当に痛々しく腫れ上がっています。左右のフック、しかし畠山、具志堅さん、今日は本当に本人が言うように気迫がありますね。そうですね、またそれできる練習をしてきてるんですよ。そうですね、苦しい練習ですね。それがあと2ラウンドですよね。ここら辺でも手をご覧になってお分かりのように畠山が片手をしていきます。片手をしていきます。畠山を押しています。ロープに詰まったチャンピオン、ね、押してるんですけどね、打ってるのはチャンピオンなんですよ、ショートでね、はい、これはちょっとね微妙なんですね。アッパーカットの打ち合いです。アッパーカットの打ち合い、左のフックは脱臼でかわされました。畠山頑張れ、苦しいところですが、畠山この最終ラウンド、そして11ラウンド、本当に勝負の分かれ目です。もう時間がないですよ。しかしね、この回最終ラウンド畠山頑張ればですね、チャンピオンになりますよね。そうですね、はい、やっぱりこの畠山君のこのファイトは素晴らしい。さああと4分頑張れば世界のベルトも見えてきます。畠山最後のチャンピオン、畠山はライトのアッパーです。肩をつけたら激しい試合です。すごい打ち合い、すごい打ち合い、まさに投手と投手のぶつかり合い、気持ちと気迫のぶつかり合いです。壮烈な試合になりましたね。そうですね、グローブをつけておりますバンデージがちょっと離れまして、それをレフリーが切るように。さあ先頭再開です。ストレートを持っていきました。先頭再開の後の右のストレートを持っていくところなどはチャンピオンが本当にしたたかです。この前の時もそうでした。チャンピオンはここら辺本当に老練、頭をつけての打ち合いです。左右のフックが空振りを割りました。挑戦者の畠山、右のストレートはこれはちょっと足りませんでした。ファーストステップでかわしております。挑戦者の畠山、ローブロー、ローブローです。ローブローがありました。畠山本当に痛そう。ローブローがありました。場内ブーイングです。ローブローですからもう少し休めというレフリーです。ローブローでチェンジです。ワンハンドの減点がありました。これは畠山にとっては非常に大きい、これそうですね。畠山、最後のフック、チャンピオンが取り壊します。チャンピオン
一本一の挽回を取り戻すという場内大声援、ものすごい声援です。右のスレッチャンピオン挑戦者は両足を揃えまして左右を引く。畠山頑張れ、畠山がすごいと押してパンチを出します。ゴンが聞こえませんでした。第11ラウンド終わりました。いよいよ決着の時、残り3分、運命が決まります。ラウンドを迎える畠山のコーナー右側、何のために苦しい練習をしてきたんだというバリュートレーナー、そして金岡鶴太郎マネージャーはチャンピオンにならなければ何にも残んないんだよ、こういう激励でした。いよいよ運命の最終ラウンドのゴンが鳴って残り3分です。まずね、さっきのローブローでね、完全に勝ったぞ。この回ちゃんとやればね。さあ、前回去年の10月5日はまさに運命を分けた180秒間でした。最終ラウンド出たかった、しかし出ることができなかった、それを何ヶ月も反省していましたと畠山言っています。打球でかわされました。ライトアッパーしか入っている。右のアッパーカットの打ち合いです。チャンピオンも当然もう出なければ勝てないという気持ちで出てくるでしょう。もう最後のラウンドですからね、はい、チャンピオンもねあれですよ、挽回狙ってるでしょう。さあ畠山がリュータのコーナーにキャッチを追い込んだ。畠山が追い込んだ。畠山もポイントは分からない、自分が出ていかなければ勝てないという気持ちで今回は出ていくことでありましょう。石川さん、はい、リュートレーナーなんですが、相手も苦しい、この3分間でお前の運命が変わるんだと言って呼び出しました。はい、リングの真ん中に両者が戻って左右の激しい打ち合いです。左のフックは脱臼でかわされました。しかしチャンピオンの右のフックも脱臼でかわしております。挑戦者の畠山貴教、右の目は完全に塞がりました。もう主力はほとんど右の目はないでしょう。しかし畠山は右のフックを出す。畠山の右のフック、その後左で押して畠山はパンチを出します。気力では今日は畠山が勝っています。頑張れ畠山、頑張れ畠山。右のストレートがありました。12ラウンド1分25秒経過。畠山右のストレート、左のフック、すごい試合です。汗が飛び散っています。両国国技館のリング上、両者の背中は玉の汗、そしてパンチが当たるたびに汗が飛び散ってきれいに光っています。左右のストレートはチャンピオン、ライトアッパーは挑戦者。すごい試合が第1ラウンドから最終ラウンドまで続いております。頑張れ頑張れという超満員の両国国技館です。第12ラウンド1分55秒を経過しております。さあ運命の時間はあと1分となりました。右のストレートを放ちました。花出木はチャンピオンが右のストレートを打っています。左右のボリボリミスト、畠山のミスカー、チャンピオンが後を捉えました。いいパンチが入っております。最終ラウンド畠山のミルク、この最終ラウンドで畠山君の人生運命が変わるかもしれないですね。本当ですね。この試合を落とすといつ今度は挑戦のチャンスが回ってくるか分かりません。しかしまあよく頑張ってますわ。本当ですね、うん、チャンピオンも挑戦者も本当によく頑張っています。頑張ってる。12ラウンド最終ラウンドはもう残りあと20秒というところ。最終ラウンドだけは WBA ルールはゴングで救われます。12ラウンド2分45秒経過。左右のフックの試合です。右のフック、左のフック、挑戦者右のフックです。あと10秒、右のフック、5秒です。チャンピオンの足がもつれています。チャンピオンがフラフラ、今日は畠山の方がスタミナは健在でした。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチファイナルラウンドのゴングを両者が聞きました。判定は誠に微妙、どっちが勝ったということは断言できません。本当に微妙な採点になってまいります。いやー白井さん、すごいゲーム、すごい試合になりました。白井さんは一生懸命ポイントを計算されておりますが、本当に難しい採点になりそうですね。そうですね、ちょっとね、どうなりますかこれは。具志堅さん、はい、私ものすごい試合になりました。畠山がニューチャンピオンじゃないですかね。そんな感じしますけど、リング上畠山の表情クローズアップでご覧いただいております。左の目は完全に下がっているんじゃないでしょうか。実況生中継で東京の両国国技館からお送りしております。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。チャンピオンはご覧のように玉の汗。まあ私もね、まあ、本当では2ポイント勝ってますね畠山が。そうですか。まあこれは実際どうなるかね、分かりませんが、はいはい、採点の発表です。ジャッジトレアドサドサブラン
114対114、引き分け。ジャッジ安藤など116対113、同じくジャッジメイジャース116対113、畠山です。2度目の世界挑戦、ついに世界の頂点に上り詰めました。畠山、新しいチャンピオン。そしてチャンピオンのチェ・ヨンス、8度目のタイトル防衛失敗であります。ものすごい史上まれに見る猛打の打ち合い、ついに畠山が念願の、そして悲願の世界のベルトを奪取しました。やったーという畠山、号泣です。めったに泣かない畠山がリング上号泣して、その泣き声が放送席まで聞こえてまいります。お得泣きなんてもんじゃありません。ご覧のように大きく口を開けての号泣です。具志堅さん、白井さんと具志堅さんのサイレントと同じように、今回が新しいチャンピオンですね。本当にあの試合見てね、エキサイティングしましたよね。非常にいい試合だったし、この前とね、本当に群馬以上にね、いい試合も良かったし、素晴らしかったですね。今日のファンはね、もう多くのファンがね、本当に堪能したでしょう。そうですね。でしかも勝ったしね。改めて採点をお伝えしましょう。114対114がタイのプライ・アッサル、そして116対113パナマとオランダのジャッジ2人です。うわー、リュー・マリュートレーナーと抱き合って喜んでいます。本当に畠山がリュー・マリュートレーナーの評判を聞きつけ、リュー・マリュートレーナーの門を叩きました。そして数多い練習生の中から、この子だけは絶対ものになると、リュー・マリュートレーナーはこの畠山貴則を育て上げました。もし今日負ければ私の指導が悪いということ、私は国に帰りますと言っておりました。リュー・マリュートレーナー、チャンピオンだったチェ・ヨンスが、本当にこれがスポーツマンです、畠山のところに祝福に現れてくれました。白井さん、いつもの光景でありますが、そして見事に新チャンピオンになりました畠山貴則選手です。おめでとうございます。いや、私もね、本当ね、2ポイント勝ちましたね。僕はこれまで応援してくれた全てのファンに感謝したいです。ありがとうございました。この試合も中盤本当に苦しい戦いになりました。今回いろんな人が応援してくれて、パーフェクトテレビでは、TBSのパーフェクトテレビでは、入魂期に800人近いファンの方々がいろいろ一言書いてくれて、本当にあれが力になりました。キューランド以降もう疲れちゃったんですけど、もう何も本当に皆さんの力で勝ちました。ありがとうございました。今回のチェとは去年の10月以来という再戦になりました。この11ヶ月間の畠山選手の思いもあったと思います。はい、あのドロー以来本当地獄を見ました。もうボクシングをやめようかと思ったけど、リュウ先生や地域会長や宮川社長のおかげでまたボクシングやることができて、それと今日こうやって集まってくれたファンの方々、本当にどうもありがとうございました。皆さんのおかげで本当またボクシング達成できました。ありがとうございました。もう本当に視力を振り尽くしての試合となりましたが、改めて振り返って畠山選手に与えてもらった力、良かったところはどこだったでしょう。そうですね、ちょっと分かんないです。畠山選手にとって良かったこの試合の中で振り返ってみてどうでしょう。それでもう試合内容はいいことはあんまなかったですけど、とにかく気力で最後まで頑張りました。はい、もう本当に、テレビを通じてのファン、そして両国に集まってくださったこれだけのファン、はい、最後に一言お願いします。本当今回このベルト取れたのは皆さんの一人一人の応援のおかげで取ることができました。これから一回でも多く防衛したいと思います。これからもよろしくお願いします。見事新チャンピオンになりました畠山貴則選手でした。
今のインタビューの中で入魂期に書いてくださった皆さんの力、そして応援してくれた皆さんのおかげですということを畠山貴教は言っておりました。試合前の控室で横綱貴乃花の胸を張ってまっすぐという文字を見ながら、こうして800人近い皆さんの気持ちが僕の拳になってバーンとチェ・ヨンスの顎を打ち砕いてくれるんですよ、このように畠山は話しておりました。去年10月5日、畠山にとっては敗戦にも等しいあの痛恨のドローは、この新しいチャンピオンを一回りも二回りも多くしたことを認めざるは得ません。さて白井さん、はい、一言いただきましょう。まあ本当によくね、私本当にね、畠山君がね、よく頑張ったと、頑張り通したと、こういうふうに思いますね。そうですね、素晴らしかった。具志堅さん、はい、今日は技術よりも本当に試合の途中でも何度も何度も申し上げました、はい、まさに気持ちの勝利でしたね。そうですね、それはですね、私一つは毎日の苦しいトレーニング、それを乗り越えたからこの今日のこの喜びに変わったかなという感じがいたします。それとやべ、先ほどから龍トレーナーのこの二人三脚でですね、やったっていうことも大きいじゃないですか。そうでしょうね。光ジムの関光則会長は、畠山を一流ボクサーと私が認めるのはなぜ勝てなかったか、なぜドローになったかを分析し反省できることなんですよと言っておりましたが、白井さん、息の長いチャンピオンになりそうですね。本当本当。